俳優、ムロツヨシ、47、が一人二役で主演する映画、身代わり忠臣蔵、河合隼人監督、来年2月9日公開、に川口春奈、28、ら豪華キャストが出演することが6日、わかった。同作は江戸城内で浅野匠の神が吉良上野介、ムロ、を切りつけた事件で両家が取り潰しの危機に直面。上野介とそっくりな弟、吉良上野、ムロの二役、が身代わりになる奇策に出る忠臣蔵がモチーフのコメディー。川口は吉良邸に仕える侍女、桔梗役。NHK 大河ドラマ、麒麟が来る、以来の時代劇だったが、コメディエンヌに振り切って熱演し、少しでも華やかで可愛らしい存在になれるよう楽しんで撮影しました。ゆるくてほっこりするシーンがあるので、楽しみにして、とアピールした。身代わりを持ちかけるキラケカロウ、斎藤役は林遣都、32、五代将軍、徳川綱吉役は北村一輝、54、徳川家の側用人、柳沢役は江本明、74、が演じる。大石蔵之介役は永山瑛太、40、共演陣が加わったビジュアルも解禁された。